一応戦闘の基本を教えておくわね。大丈夫、あんただったらすぐに慣れるわよ。せっかくだしダッシュやジャンプも試してみて。リアルよりずっと体が軽くてびっ、あ、そうそう、視線に違和感がないか周囲を見渡してみて。もし違和感があったらオプションで設定を変更ね。ここで待ってるからゆっくり調整してていいわよ。その調子よ。武器の収納と切り替えは基本中の基本。じゃあ何回か練習してみて。行くわよ。そこね。いい感じね。ちょうどいいところにエネミーがいるわね。とりあえず実戦ね。倒してみて。まだまだ、ヘイトを散らしてくれ。すごいすごい、やるわ。この調子よ。クレハ、ありがとう。終わりだ。楽勝でしょ。タン、ヤッ、ヤッ、タン、ヤッ。このボックスはバレットボックス。ここで弾薬を。その調子よ。ヤッ、タン、ヤッ。GGO の特徴的なシステムの一つにバレットラインっていうもの。うまいうまい。トレジャーボックスだ。トレジャーボックスって。それじゃあ階段を上がって先に進みましょう。パーティーメンバー全員がやられちゃったらゲームオーバーだから、やられる前にやってやるのが基本。あのプレイヤーとは戦闘になる。プレイヤーはエネミーと違って強敵だから気をつけてね。あんたの武器だと手を貸してくれ。走りながら撃つのがおすすめだよ。相手の弾が当たりづらくなるから走るってかなり重要よ。入った。すごいじゃない。クレハ、すごいすごい。終わりだ。エアアイテムか、ついてるね。やっ、あの扉いかにもって感じよね。せっかくだし開けてみたらどう。やっ、ダンジョン内にはいろんなギミックや、よく注意して行動した方がいいわよ。私が教えられるのはこれくらいかな。うん、 GGO の基本的な戦闘は大体わかったでしょ。